レーテ島の戦い。レーテ島の戦いは、1944年、昭和19年10月20日から終戦まで、フィリピンレーテ島で行われた、日本軍とアメリカ軍の陸上戦闘である。日本軍の当初の作戦では、ルソン島では、陸軍が中心となって戦闘をするが、レーテ島を含む、他の地域では海軍及び、航空部隊により戦闘する方針だった。ところが、 台湾を気候空戦で大戦果を上げたと信じた。大本営は、フィリピン防衛を担当する、第十四方面軍司令官、山下智之大将の反対を押し切り、作戦を急遽変更して、陸軍も冷手島の防衛に参加して撃つこととした。ルソン島に配備されるはずだった多くの陸軍部隊が、冷手島へ送られたが、輸送途中で大損害を受けた。日本軍は補給の見通しが甘かったことから、 多くの合死者を出した。約2ヶ月の戦闘で、冷手島の日本軍は敗北し、大半の将兵が戦死する結果となった。第14方面軍司令官、山下大将が大本営から指示された非党防衛の作戦要項は、次の通りである。問題は1である。はじめの1文に、第14方面軍司令官は、全非党の防衛に任じると書かれてあるが、 実際は違っていた。それは、日本軍の指揮系統の統一が図られていなかったからである。陸軍と海軍とが完全に独立していたことは、言うまでもなく、同じ陸軍内でも、第十四方面軍の上部機関である、南方軍がマニラにあり、方面軍司令官は、第四航空軍司令官、第三船舶司令官と同じ立場にあって、南方軍総司令官。 寺内都市一原の霊下にあった。つまり、第14方面軍司令官は、フィリピン全島の防衛という任務にもかかわらず、フィリピンに所在する、同じ陸軍航空や船舶部隊すらも指揮、できなかったのである。作戦考案一つにとっても、海軍司令長官、航空軍司令官、船舶司令官と協議して、その賛同を求め、その後で上司の寺内減水の許可を得なければ、 なならなかった次に米軍がルソンに来航する場合は、陸軍をもって決戦をするという一文である。もともとフィリピンは、島国のために、アメリカ軍がどこから進行するのか、判断が難しい地域であった。この点について、フィリピン防衛に関する計画、早一号作戦では、アメリカ軍の進行を、フィリピン中南部と予想して、その進行地点で、航空。 海軍の総力を挙げて決戦を行い、陸軍の地上部隊の基本的役割は上陸した残敵を、所在部隊は叩くというものとされた。陸軍が決戦の主力となるのは、予想が外れて、ルソン島に上陸があった場合のみに限定されていた。山下大将はそれを自ら確認した上で、ルソン決戦準備を進めていた。ところが、台湾沖空戦において海軍が、 戦火5人から空母11隻を撃沈など大戦火を挙げたとする誤った戦火報告を天皇に創上し5カ所の直後まで発表された。国民はアメリカ機動部隊殲滅の大勝利に沸き返った。しかし大本営海軍部は16日に作敵機が台湾沖で空母7隻を含むアメリカ機動部隊を発見したとの報告を受け極秘に 戦火報告の再判定を行い、大戦火が5人であることを確認していた。にもかかわらず、幻の大戦火であったという事実は、20日のフィリピン防衛戦に向けた陸海軍合同作戦会議においも陸軍には伝達しなかった。この巨砲に乗ってしまった陸軍上層部は、霊手島へ大規模な増援部隊を送り地上決戦を行う。 霊ー決戦への戦略転換を図った。寺内司令官は作戦を根底から覆す命令を山下大将に下した。一方、台湾沖航空戦の戦果を疑っていた山下は反対した。戦力乏しく制空権が奪われている以上、霊ーへ兵員、物資を輸送するのはほとんど不可能に近いと判断したからである。 マニラから、レーテ島までの距離、約730キロメートル。これは、東京・岡山と同じを考えれば、山下の判断は適当であった。第十四方面軍参謀たちも大本営、南方軍のレーテ決戦論に反対した。しかし、10月22日、寺内玄水は、山下司令官を南方軍総司令部に呼んで、叱り飛ばし、玄水は命令すると一言述べた。 山下は、もう何も言えなかった。そして、海軍が大戦火を挙げているのに、陸軍が遅れをとってはならないとの空気のもと、次のような南方軍命令が下された。1、強敵撃滅の新規到来である。2、第十四方面軍は、海空軍と協力し、なるべく多くの兵力を持って、冷手島に来航する敵を撃滅せよ。 こうしてフィリピン攻防戦のターニングポイントである、レーテ決戦が決定された。昭和天皇は、戦後に、陸軍、海軍、山下皆意見が維持。かようなわけで、山下も思い切って、兵力を注ぎ込めず、いやいや戦っていたし、また海軍は無謀に艦隊を出し、非科学的に戦をして失敗した。参謀本部は、現地の事情を知り抜いている、現地軍に作戦を一任せず、 東京から指揮する割様であった。と語られている。山下大将の器具は現実のものとなる。台湾沖航空戦で大損害を被ったはずのアメリカ海軍機動部隊は健在で、逆に日本側航空兵力300機以上の喪失により、事実上フィリピンの制空権を失った状態で戦う状況となった。10月20日に上陸してきたアメリカ軍は、 敗山兵などではなく、第六軍、クルーガー中将の兵員10万名、最終的に20万の大部隊だ。その総指揮官は、かつて、私は戻ってくる。アイ、シャルリターン、アイシャルリターンというセリフを残して、フィリピンを去ったダグラス・マッカーサー大将であった。レーテ島を守備管轄していたのは、第十四方面軍指揮下の、第35軍、司令官。 鈴木隆作中将であった。第35軍は、後方のセブ島に司令部を置き、主力を、ミンダナオ島に配置していた。霊手島を守備していたのは、第35軍令下にある4個師団と2個旅団のうち、第16師団、師団長、牧野志郎中将のみであった。10月20日午前10時、アメリカ側は、第10軍団の第24師団、師団長、 アービング少将と第一騎兵士団、士団長、マッチ少将が、レーテ島東岸のタクロバに、続いてその南方、約27キロのドラッグに、第24軍団の第7士団、士団長、アーノルド少将と、第96士団、士団長、ブラッドレー少将が上陸を開始した。レーテ島南端のパナオン島地区にも、第24士団の第21、 不評連帯戦闘団が上陸した。各上陸部隊は、戦車揚陸艦や各種上陸用集艇に分乗し、水陸両用戦車も伴っていた。第十六師団は、約二万名の兵力を要していたが、わずか一時間の戦闘で、奥地のジャングルへ後退した。これは、サイパン島の戦いのような、水際支手で、多くの兵士を初戦で失った二階戦艦から、 後方のジャングルでの抵抗戦形成が日本軍の作戦となっていたからである。第16師団他の日本軍部隊は内陸のブラウエン飛行場周辺や田ガミなどに主防衛線を展開した。これによりタクロバンなどの海岸地帯の飛行場の多くはアメリカ軍占領下となった。アメリカ軍もほとんど水際での抵抗を受けなかったと記録している。しかし、 第24師団に対してだけは激しい水には反撃があった。同師団の上陸地付近に配置されていた日本軍や砲兵、第22連隊、第2大隊及び不評第33連隊は、第1波の上陸は無視し、第2波を引きつけた時点で猛烈な射撃を開始した。この反撃により、日本軍の砲兵は、戦車用陸間四隻にメートル野砲弾を、 命中させ、うち一隻を炎上させた。これにより師団司令部が多くの死傷者を出した。第七師団などもジャングルに共闘法を拡大しようとすると抵抗を受け始めた。午後三時、南西太平洋方面連合軍司令官、ダグラス・マッカーサー大将は、第三次上陸部隊と共に、膝まで水に浸かりながら、タクロバン海岸に上陸した。それはマッカーサーが、 コレヒドール島を脱出してから2年7ヶ月後のことであった。夕国までにアメリカ軍は兵員6万名と10万トンの車両を、物資をレーテ島に揚陸した。21日明け方にかけて日本軍の独立戦車第7中隊などは散発的な反撃をドラッグ飛行場周辺の第7師団に対して行ったがすべて撃退された。アメリカ軍の初日の損害は 死傷250人であった。翌21日以降、アメリカ軍は、戦車や、砲兵の支援の下内陸への進行を開始した。第10軍団は、レーテ渓谷を抜けて、北岸のカリガラ平原を目指し、第24軍団は、中部のブラウエニアダガミへと進撃した。第16師団以下の日本軍は飛行場周辺などに、陣地を築き抵抗したが、戦車や、 火炎放射器によりじわじわと制圧されていった。日本軍の野襲が成功することもあったが、第16師団の第20、第33連隊長が23日に相次いで戦死するなど、組織的戦力を失っていった。24日午後には、戦車およそ40両を戦闘とするアメリカ軍二個大隊が、海岸より西へ 10km のブラウエン地区へ侵入し、翌25日には、 ドラッグ方面の日本軍部隊は全滅した。戦闘の間、日本軍の通信状態は不良で、第16師団と第35軍司令部との通信は21日午前0時頃から22日午後10時頃まで全く通じていなかった。25日から30日までは、第35軍と第14方面軍との通信が途絶えてしまった。 10月23日から25日の間、日本海軍は、早一1号作戦の計画にのっとり、連合艦隊の総力を上げた攻撃を行ったが、完敗に終わった、冷凍機械戦3章。フィリピンに集められた陸軍の航空兵力も、この戦闘で、多くの航空機と人員を失った。だが、陸軍地上部隊にとっての冷凍島の戦いはこれから、本格的に始まろうとしていたのである。 すでに述べた通り、日本の第十四方面軍にとって最大の課題は、冷帝の兵員、軍需品その他の物資の輸送だった。冷帝沖海戦の敗北は、補給をより緊急のものとすると同時に、一層困難なものにさせた。日本陸軍は、手始めに第百二師団の一部などを増援部隊として送り込んでいた、リン作戦が、 続いて、冷手沖海戦の最中から一連の増援作戦を発動していた海軍は、リンゴ作戦を含め多豪作戦と呼称。これにより結果的に冷手島に送られることとなった主な増援兵力は次の通りである。10月24日に出発した第34弾の不評第41連隊は、軽巡絹などの海軍艦艇により輸送され、無事に、 レーテ島西岸オルモックへの上陸に成功した。しかし、第102師団司令部などの輸送は失敗した、第一次多合作戦。上陸に成功した、不評第41連隊は北上して、同じく北岸のカリガラ湾へ抜けようとする、アメリカ第10軍団と交戦状態になった。約2日の進撃地帯に成功した後に、不評第41連隊の防衛線は突破され、 11月初めには、カリガラ湾一帯は、アメリカ軍の制圧下となった。同じ頃には、第16師団の防衛体制もすべて崩壊しており、30日には、不評第33連隊が全滅、東海岸の飛行場5つは26日までに、連合軍に奪われていた。第16師団の残存部隊は、赤稜産地へ交代した。なお、約20日後の11月20日の、 第16師団兵力として約3800名と記録されている。10月31日、レーテへの最初の本格増援である第1師団がマニラを出発し、レーテ島西岸のオルモックへ向かった第2次多号作戦。この輸送作戦は輸送船4隻中1隻が物資陸揚げ中に沈んだのみで成功し、兵員、物資ともにほとんど無傷で、 翌11月1日にオルモックに上陸した。同日、第26師団戦検隊の独立不評第12連隊、今堀り師隊も海軍の一等輸送艦部隊により無事に輸送され、内輸送艦一隻はセブ島へ戻り、今度は鈴木中将以下の第35軍司令部を零艇運んだ。これらの一連の成功は、 例外的なもので、以後の輸送の大半は失敗に終わる。無事に上陸できた日本軍の第一師団は、カリガラ湾一帯にアメリカ軍が侵入していると知らず、不評第41連隊と同様に北上して、カリガラ湾に臨む平原でのアメリカ軍との決戦を、帰とした。ところが、カリガラ湾に抜ける途中のリモン峠で予想より早く、アメリカ軍の第二十四師団と遭遇し、 戦闘となった。以後、日本側は、リモン峠一帯の山地に防衛線を展開し、オルモック目指して南下するアメリカ軍を阻止する状況となった。アメリカ軍は、第24師団を主力に、第1機兵師団の一部を加えて、リモン峠を攻撃したが、容易には突破できなかった。予想外の苦戦に、アメリカ軍は、第6軍予備としていた第32師団に加え、 急遽呼び寄せた第十一空挺師団を増援部隊として十一月中旬にレーテ島へ投入した。うち第三十二師団が上陸以来の戦闘で大損害を受けていた第二十四師団と交代して主力となった。十一月二十五日にアメリカ軍はリモン峠北部の制圧を宣言したが、以後もリモン峠周辺から南方の赤稜山地では激戦が続いた。 この時点までで、リモン峠でのアメリカ軍損害はおよそ死傷1500人であった。北からの進行と別に、アメリカ軍は、レーテ島南部を、東岸のアブヨグから、西岸のバイバイへ横断する道路を抜け、西岸を北上して、オルモックを目指す作戦を立案していた。11月初旬に横断道は開通し、第7師団の第32不評連隊が進出を始めた。 11月22日にブラウエン飛行場地区へ増援の第11空挺師団が到着すると、それまでブラウエン飛行場の守備をしていた第7支主力も同様にバイバイへの移動を始めた。しかし、雨で道路状況が悪化したため、進出は低調だった。アメリカ軍部隊の西岸進出を知った日本軍はオルモックから、 独立混成第55旅団の独立不評第364、大隊の一部を迎撃に向かわせたが、待ち伏せを受けて全滅してしまった。そこでついで11月13日に、第26師団の独立不評第12連隊の1個大隊を派遣し、アメリカ軍の兵力が多いのを見ると、第26師団からさらに3個大隊を増援に送り、これらで、斎藤師隊を編成した。 11月23日にダムラーン北方のパラナス川で斎藤主体とアメリカ軍の第32不評連隊が本格的な交戦状態に入った。斎藤主体の攻撃でアメリカ軍は一時交代を余儀なくされ、その後不評一個大隊と砲兵一個大隊、戦車などの増援を受けてかろうじて回復に成功した。その後も27日まで。 アメリカ軍は攻勢を取ることができなかったが、28日から第7師団主力が加入し戦況が逆転した。他方日本軍は、後日のブラウェン飛行上層攻撃の実施が決まった。ため、この方面での攻撃を中止し、徐々に交代をしていた。12月4日には、アメリカ軍の補給船団がバイバイへ到着した。アメリカ軍は、 水陸両用戦車による迂回攻撃などを行いながら、わずかずつ前進した。日本側は増援作戦を続けていた。12月までに合計5万名に及ぶ兵力をレーテ島に運んだが、その大半が輸送途中に敵襲を受け、海没する船舶が相次いだ。例えば第1師団の次に送られた第26師団、主力は11月9日に無事オルモックに入港したものの、 上陸用の大発動艇の不足から、ほぼ兵員のみの上陸となり、さらに後続の補給物資船団は、到着前に次々と沈められた。それでも空襲を警戒して夜間に海岸近くを航行していたので、船が撃沈されても兵隊が泳ぎ着く例は多かったが、軍需品、量食は、その8割までもが、海中に沈められた。おまけに、かろうじてオレモックへの揚陸に成功した物資も、 自動車の不足と劣悪な道路状況などから前線への輸送が滞りがちだった。その結果レーテに運ばれた日本軍を待っていたのはガダルカナルの戦いやインパール作戦にも引けを取らない飢餓戦であった。ジャングルを彷徨うことになった日本軍は戦士というよりもむしろ多く和菓子で密林の中に消えていくことになったのである。輸送作戦の詳細は多号作戦参照 このように日本軍は地上決戦のため兵力と物資を送る海上路確保が必要でそのため敵飛行場への地上攻撃が必要となるというがだるかなる戦そのままの堂々をめぐりに陥った一時的にでも制空権を奪うためにブラウエン飛行場に対して特殊部隊を空底突入させる記号作戦も立案され11月26日に台湾の高砂護族からなる カオル空挺隊の40名余りが強行着陸を試みたが十分な戦は得られなかった。各して第26師団を主体としたブラウエン飛行場の奪還作戦が計画された。ブラウエン飛行場やタクロバン飛行場など各飛行場への空挺部隊による低身攻撃、手号作戦を再度行うとともに、これにこした第26師団と、 第16師団残存兵によるブラウエン飛行場に対する攻撃、和合作戦が12月5日から実施されるものとされた。手合作戦に投入された第2挺進団、高千穂部隊所属の挺進第3、第4連隊は、462名が12月6日後に、ルソン島、クラーク飛行場を出撃し、戦闘機31機による援護のもと、 ブラウエンからサンパブロさらにドラッグに渡る初飛行場に落下山降下した。これにより、ブラウエン飛行場等を一時的には混乱させたものの、撃退された。第26師団の主力は、道なき山越え作戦を行い、上陸時に重装備の大半を失っていたにも、かかわらず、飛行場まで 10km まで接近することに、成功した。しかし、ここで、 アメリカ軍のオルモック上陸、工実が行われたことにより、日本側のブラウエン攻撃は中止に追い込まれた。第26師団は転進しオルモック上陸軍に対する防衛戦闘に参加する子になり、第2転進団の後続部隊も敵飛行場ではなく、オルモック北方へ増援部隊として降下し、同じく防衛戦闘に加入することとなった。なお、そもそもアメリカ軍は、 ブラウエン飛行場をあまり使用しておらず、仮にブラウエン飛行場の制圧に成功したとしても、大勢には影響はなかったと言われている。リモン峠を攻めあぐねたアメリカ軍側は、日本軍の揚陸拠点であるオルモックへの上陸作戦を計画した。休暇予定の第77師団が召喚され、上記のブラウエン飛行場攻撃の最中である12月7日に80隻の 戦団により、オルモック南のイピルへ上陸作戦が行われた。奇襲を受けたイピルの日本軍は十分に抵抗できないまま後退した。イピルからオルモックにはほとんど守備隊は配置されておらず、船舶公兵など補給関係の広報要員中心の2000名以下であった。10日にはオルモック市外にアメリカ軍が突入した。日本軍上層部は、 現地の状況を把握しきれず、11日夜に輸送艦で運ばれてきた救援部隊の海軍伊東陸戦隊は、アメリカ軍制圧下の地点に揚陸しようとして、大損害を受けてしまった。8日から13日にかけて、日本側の増援部隊として、停身第四連隊が、バレンシア地区へ空挺降下して駆けつけた。停身第四連隊を、はじめ一部に、頑強な拠点もあったものの、 12月15日には、オルモック地区は、完全に、アメリカ軍の手に渡り、日本軍の主要な補給線は立たれてしまった。リモン峠方面の第一師団を中心とした、日本軍はすでに戦力の限界に達しており、その上に背後が脅かされたため、12月21日、やむなく西海岸、パロンポン方面への撤退を開始した。これ以後の戦闘は、 アメリカ軍にとっては、実質的に相当戦となった。それでも、日本側の南方総軍司令部は、オルモックに代わる揚陸拠点を、レーテ島北西団に近い三位市泥とし、すでに出港していた第68旅団も、引き返させずに三位市泥へ、進路変更させるなど、伊手等の戦いに固執していた。しかし、第68旅団を乗せた戦団は12月7日の、 入港直前に空襲で大打撃を受け、旅団は重装備の大半を失った。その3位シドロも12月27日にアメリカ軍が上陸用集艇による海上起動を行い、オルモック同様に簡単に占領した。リモン峠方面からの撤退部隊が目標としていたパロンポン港も12月25日にアメリカ軍第77師団の一部が 終停起動し制圧されてしまっていた。パロンポン占領をもって、アメリカ軍は、レーテ島での組織的抵抗の集結を宣言した。アメリカ軍は、レーテ島の指揮権を、第6軍から第8軍へ移行させ、以後の総統選を行わせることにした。1945年1月2日、日本の小磯首相は、レーテ決戦をルゾンを含んだ、フィリピン全体の決戦に拡大すると発表し、 事実上レーテ決戦の敗北を認めた。この時点でのレーテ島の日本軍兵力は約2万人と言われ、うち第1師団を中心に半数は西海岸近くの寒気ポット、寒気放地区へ集結できていた。すでに大型船舶が入港する港もなく、船舶の余裕もなかったため、1月中旬にダイハツなどの小型集艇による撤退作戦、記号作戦が行われた。 第一師団を中心に約800人がセブ島へ撤退できたが、稼働終廷が全滅したため1月20日で停止に追い込まれた。以後は丸木船のヌりやイカダなどによる小規模な脱出があった程度で、総当戦に対抗しつつ自活が行われた。3月下旬に終廷による第35軍司令部の救出が行われ、セブ島への脱出には成功したが、 みんななおとうへのカヌー移動途中で空襲に遭い、鈴木軍司令官は戦死した。残された将兵の多くが山中で飢餓に倒れ、一部の部隊は生還者がないため今でも消息がわかっていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。